はい、どうもお疲れ様です。10月3日の相場解説になります。朝6時ですね。えっと、日足を見ていただいてますけども、ご覧のように上昇圧力、相変わらず変わらずでございます。上昇圧力は同じように出てますね。まあ、その中でも、あの、一本一本のローソク足、これは短くなってきてるように見えますね、えー。というのが、大きなやつがなかなか出なくなってきたでしょ。このぐらいの大きさのやつが。ね で、ちっちゃくなってるんですよねだから上昇のボラティリティは小さくなってますけどもまあその代わり下降圧力っていうのもなかなか起きなくなってきているかなっていうところですねまあそういうふうにビジュアル的に捉えていけば緩やかだけども緩やかになってはきているんだけどもこのラインっていうのは変わらないっていうところですねだから今週中に150円いくでしょうねはい次4時間足見ていきましょう4時間足ご覧のようにやっぱりね下に行くと 上に弾かかれるっってていうのは変わってないですから当たり前ですけども上昇圧力はこういう意味でも継続するということとあの新しくねこうやっててっぺんができるとここをすぐ抜けていくんですよ。で新しいマーケットをここで作っていくみたいな動きがありますんで、まあ、これを置いてもですね、えっと、トレンドの中でレンジを積み重ねていくレンジトレンドみたいなねこういう形っていうのはこれからも成立していくんだろうなと思いますね。 で、えー、1時間なんですけども、1時間まさにね、レンジトレンドみたいな感じで、前回までこういう風な形で、あの、レンジを作っていたと思いますけども、抜けてブレイクというよりも、ね、ブレイクというよりも、ここに新しいレンジができてるんじゃないかなってことですね。特にここが2回頭を打ってますんで、一旦はここで天井が決まるんじゃないかなと思います。まあ、言っても149円の900円まで。 149円の900ぐらいまでを天井にして今日は推移するんではないかなってところですね、まあ、ですんでこのレンジオプションを取りたいところですけどもピップスがね30ピップスぐらいしかないんでこれはレンジジャンオプションというよりもまあブレイクを狙っていく形になるのかなってところですまあ今見えるのはそのぐらいですかね、はい、えそれでは今日も頑張っていきましょうお疲れ様です